プライドはとても大切なものだとは思うんですけど、そこにやっぱり超巨大な成功体験をしたっていうこと自体が乗っかってきちゃうと、自分たちの作るゲームこそがベストであって、他をあんまり見る必要がないっていう時期でもあったんじゃないかなと思っていて、例えば MMORPG を知ってる人に、世界最大の MMORPG は何ですかって言ったら、100人に聞いたら100人がワールド・オブ・クラフトって言ったはずなのに、誰もプレイしてない。開発チームが。これはワールド・オブ・ウォークラフトを知ってるか知ってないかっていう話だけの話をしてるんじゃなくて、自分たちが世の中に対して新しいそのビデオゲームをリリースしようとするときに、ライバルになるタイトルは何だろうとか、プレイヤーはどこにそのゲームエクスペリエンスの最新の状態をプレイしてるんだろうっていうのを知らないっていうのが、感覚として僕には結構信じられない。なんでもっとみんなゲームプレイしないの？だって自分たちが今どのあたりにいるか分かんなくなっちゃうよっていうのが、まあ言いたい。